今ならと、小田くん。条件を申せ。佐々木くん。あ、この5000動かすか。うん、そうしよう。それで構わない。はい。お願いします。で、同時に。なんじゃこれ。そんな動き方すんの。あ、これで、なんとでもなるでしょう。前に続け。そんなルートだ。行くね。さあ、ニッチもサッチも吉田郡山、まあ、やっぱ硬いね城が。総理引きましょう。ご命令はいく。入れ替わるようにして木下ファイルの先導なる焼き討ち。愚心があります。何でもするといいよ。暴れ回ってくれ。申し上げたし、夫人を始めよう。来た、これ騎乗だな。名の者フィニッシュか、これ戦の支度だ。さすがだと。浮田は騎乗しましょう。 この二部隊もダメだね、もうね。道を願いまする。まあ入れ替わり立ち替わり出りゃいいんじゃないかな。同説、ここに同説がとどめをさしてくれる。吉田郡山に大切り丸。えい、とう。敵軍さあ最後の大一応ケチらしい。この辺の連中は待って、あんたら何してんの。どこありください。これ小早川隆景どうにかなるでしょう。おせんだもんね。うん、はい、これで神田目に向かおう。妙齢夫人、佐竹力を出本する。愚かな男よ。さあ村上武吉来ましたね。これ頼りになるよね。宝が強いから引き抜き。お耳を拝借。マルネクランド、クランドも確かに忠誠低いんだよな。上がらない武将なんだよね。豊尾思いつきましたぞ。クランド豊尾から漏れてたんですね。ということは、それは違うよ。どうえねえことあったぜ。さあ吉田郡山まもなく陥落ですね。まもなく陥落だけど、なんとかなってるかなこれね。うん、勝ちに向かってるね。この城は我らの。さあ三人後ろから援軍が来てます。テルモと蹴散らした、サムタを蹴散らした。もう何がどうなっとる。ついていけてない。この城は我らが落とす。こちら側も押さえてるね。織田がこの隅を攻め、我らで武田を攻めてると。最初の郡山本拠陥落。賭博でドン。いっぱい来たよ。使いしよう。結構来るよね。道頓堀だ。よろしいですか。超高助。なかなかのイケメンだけど、能力的にはそうだね、大したイケメンじゃないよね。後ろでいいんじゃないかな。この辺にぶち込んどきゃ耕してもらおう。かたじけない。トシがいない。甘いトシよこそ欲しいんだけど。で騎乗ではなく、この辺の連中でもって。あー、どっちだ。ガッサン戸田に本拠移したの。よりによってガッサン戸田かよ。アマゴがニチャーしてるんじゃないこれ。ね、我らが滅んだガッサン戸田で毛利の命運を作るか、ニチャーってね、してるよね絶対。いや、これは一度変えるべきだろうな。違う、ヒエビアでしょ。帰るべきじゃない。違う、ヒエビアも言っとけよ。何かすごい勘違いしてた。積層が影の知者から文豪の暴将に成り上がりましたね。大したもんですわ。これチラッ99だもんね。いや積層すごいじゃん。米が怪しいね。これは積層は騎乗ですわ。こちらに。かといって島津忠雄さん米がないんだよな。サダユ出ますか。ちょっとこっから先はバラバラと出ていくような感じになるけど。城を奪いに行こうぞ。あ、まあまあいいでしょう。みな続け。よろしいですか。さあ織田の同盟2ヶ月を切りましたが、まあ城は溜まってるからね。外交は朝日海老山陥落。敵将捕獲でドン。まあまあまあ。したら、ガッサン戸田行くか。ここに
ガッサントだって感じじゃないよね、こっからね。ミトヤ。ミトヤも遠いな。むしろガッサントの方が行きやすいんだ。ガッサントだ。あの城をいただきに行こうか。兵糧がまだ余裕ありそうだね。敵兵が現れた。やる。さすが小早川。まあ、なんか反撃食らって中性化なんか下がんじゃなかったっけ。味方に動揺が広がった。お詫び申し上げます。佐竹近の疑念を抱かれちゃったよ。これ面白いよね、跳ね返すのね。さすがです。ただただいかんせんよ。島津忠正引きましょう。次はどのように。我が部をご老したか。さあ高木らしい格好落ちたのこれ。よしよし、さすがイッサ捕縛でドン。バルムクランド。これ秘伝にわしを扱えますか。断られた。絶対来たと思ったんだけど。あ、そっか、クランドのルゲンを忘れません。高谷にカンパしたのか、さっき。さすがだわ。まあご命令をください。ここは騎乗ですかね。皆の者、あんなめはなんとでもなるでしょう。城を落として見せる。城攻めですか。ここはね、隠しに落としておきたいんだよな、武田城、この隅城は。武田落ちたね、これね。城攻め、なし。縄についていただこう。これも来そうだ。我が心は変えられる。200来た。まあ、後ろの方を耕させておけば、セーム80。あ、いいじゃん。なんか、官位を求めてる。珍しいな。いいんだけど。いや、政務80なら普通に城主だぞ。城運から佐賀城を奪うのはあれだけど、でも城運佐賀城に閉じ込めてるのももったいないからな。じゃあ、城運と交代で。城運はすぐに前線に持ってきましょう。ね、絶対に機嫌悪かったっから今。あ、騎乗。あ、しまった、騎乗じゃないな。危ねえ。すって帰らなくてよかった。城攻めよ。この隅をね、行っちゃいましょう。で、職を失ってしまった男、ジェイを、いや、ジェイなぁ。この隅じゃ兵力少なすぎるもんね。ジョーンをこそ最前線オブ最前線なんだ、うん。とりあえず、あ、いや、備中、高松に入れて、で、とりあえずね、ここに入れておいて、で、後で考える。片付けなし。そうしよう。さあ、やりました。ガッサントだ。ここが毛利終焉の地になるんでしょうか。いや、でもこの辺残りそうだな。引き抜き、まあ行ってきましょう。お聞きいただきたい。我が部をご老したか。もうどうしようもないよね。半鍋か。取り掛かろうぜ。さあ、飲みもケチらしい。炎上寺、米がないんで入れ替える。我らが城を落としたぞ。さあ、寝返りしか。ここで都市とか来ないかな。どう二人。アクランド、ここできた。精神性を返します。都市とか中性高かったもんな。最後の最後だ。甲状腺なんだ。目がな、これはいけんのか。あの兵力的にはいけそうな雰囲気あるけどね。重要設備1っていうのが問題で、式の回復手段がないんだよな。まあ、縄文破壊してっていう感じですかね。まあ、城自体は多分丸裸なんだろうね、ガサンは。さあ、城下の場合にまだ整っておらない様子。そうだ、本当に何にもないな。これね、式だよ、問題は。ない方が逆に手強いかもしれない、この良さと。さあ、対戦。こちらに土井壮さん。ご命令はいく。どっちかと土井壮さんで、これね、本庄常光の隊が兵少ないのがまたすごい気になる。撤退すると、それでまた士気下がっちゃうもんね。ご命令をください。本庄常光はちょっとのらりくらりと戦うことにしよう。あ、もう発動するんだ、鬼はこう。ということは、エイトーも発動か。エイトーを発動すれば、直接ダメージでもって、なんとかなるんじゃないかな。うわ、400! うん。
400か。まあまあでもこの400はなかなかでかいっちゃでかいか。怪物出資権遊ぼう。雷の消しこんなに効かねえのでけえ。いやマジででかい、こんな効かないの。いざ進め。体力か少ないんで交代するんだけど、交代ギリギリまで攻撃をしよう。やる、これで決まったな。正気を掴むぞ。さあ鬼はこうということは再びライキングが見れるわけですね。さあ、テルト、撤退。これなんとかなるかな、ガッサントだね。なりそうだね。これでもさ、ガッサントだを落として風ドーンと吹かせても、なん今、え、あ、C でキーボードの C でこれ直接開けんだ、知らなかった。あ、そうなんだ。じゃあ初めて知ったんだけど、さあ相切り、これでまた本体回復するんじゃない。赤いが来るしかない。うん、風が吹いても多分滅亡はしないだろうな。バカい。ダメだってそんなことした。いやー、よりによって赤いなおまさ打ち取っちゃうのかよ。ダメだってそんなことしちゃう。仕方ねえっちゃ仕方ねえのか。まあこれで赤いですね、占拠して、ガサントが赤いの重さという鬼を失いつつも無事勝利と相なりました。いや、赤いな重さ使いたかったな。ありきりすぎだよ。さてで、風が吹いてどこまで落ちるかですね、これで。あー、結構いくんだな。上し落ちた、ありえぬ。高輪は残るんだ、なるほど。ミトヤも落ちてるね、当然ね。攻め落としたり。さあ、小バックでドン。縄を打て。本拠だからね。こっちとかいない。こっちいないんだ。こっちはでもどっかの上司を任されてるんだろうな、きっと。よろしいですかね。キッカーツね、ダメだろ。なんで下ってんだ、逆に。もう、あ、能力的に微妙なんか。でも、キッカーツネヤスは、能力を上げることができるから、これは、豊洲の方がいいよね、きっとね。後で食いても遅いぞ。さあ寝返り士官、ガン、うん、米を補給できたから、もう、あ、でもこの隅と高田で毛利もおしまいなんだ。多分向かっちゃいますか。城攻めと行くぞ。士官、調査官綱吉、あんた一回いなくならなかった、くだらなかったの。新名を調査壁が滅ぼしに寝返りしか何時を胸勝つ3人総称なんだ、胸勝つじゃなくて、え、知らなかった、総称なんだ。吉岡さん、このグラフィックすげえイメージなんだよな。なかなかの武将だよね。でけえ、さすがだぜ、ブレねこの男。危ねえと思ったらすぐに寝返る、見習いたい。使えてみるもよい。いや、えけえ。そのさすがだよね、ブレないよね、ゲームでも。分かってるわ。ほんと分かってるわ。あ、この隅は大丈夫と思うんだよな。これね、ちょっと一発ここで同盟延長しておきます。ムス坊主、ムス坊主、ムス坊主も敵でしようずに、もうそろそろなるもんね、これが終わったら。だからこの12ヶ月で織田との同盟最後だ。およ、どうしよう。これ毛利からどん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 人が流れてるんでしょう。お聞きいただきたい。まあそんな毛利にとどめを刺すべく、あれも出ないじゃんか。誰か出れない。いかがしましょう。じゃあ城まだ入ってないの。命令をください。そうか。もうちょい経った。まあとりあえずこの連中が向かってっていう話か。あ、この巣暴れてやるぜ。勝手に暴れて、うん、イケメン、あれ、ああ、びっくりした。
かもイケメンじゃなかった、俺ガモちゃんだったわ。敵軍なんで志賀がいるんだと思ったけど、そうだガモだよ、みんなまだよ。さあこの隅制圧と、そう、まあここは機関でね、よいしょ。さらに寝返り士官池田、これなかなか強い武将じゃなかったっけ、森金、森近か、すげえ強え、思ったよりはるかに強かった。そう、強い武将のイメージあんだけど、寝返り武将だった気がするんだよこいつ。僕に自己の強いよね、得意水が。香西義清、香西義清もなんか、まあ当然グラフィックが目をつぶってるからってもなんか盲目系のエピソードあった気がするんだよな。さあ行っちゃいますか、もうね、甲状腺になりすらしないっていうのがもう悲しいけど、我に続け。まあまあまあ、お目がなさすぎるな。出せるとこバンバン出していきたいんだけど。さあ元服ドン。この武行がさ金色なのがちょっと軽くイラッとするんだよ。先導の破壊だの何の意味があるんだって感じはあるけどね、まあ、やっていきましょう。ニーロがね、そうニーロが知略武将なんだよね、意外なことに。僕の中では統率とかさ武勇系武将なんだよ。そう知略系なんだよね、一番高いのが知略って。これで落ちるんじゃないかな、曲始まってるね。おはははは、が入った、終わった、城を攻め落とします。すごい、打って出させなかったんだけど。さあもう滅亡、一気加勢だったんだ、ここまで早かったね。捕獲でドン、頼むよ、まずはあんたらね、毛利両線。そしてどこだ、あ虫キラね、虫キラも大事。トシ、いやトシマジ大事と孫一、これめちゃくちゃ大事です、この二人頼むぞ。武将多いな、さすがに。秘伝にお使いします。我が国は耐えられぬ。五人待て、なんでだよ。おい涼花はてめえ、ふざけ、なんでこんなことになんの、いつもいつも。おい毛利両線来なかったら話にならないじゃない、バーッ。